給食便りどうしてる？提出物や行事の連絡など、子どもが園から持ち帰ってくるお手紙の内容には、覚えておかなければいけない優先順位みたいなものがありますよね。前述の2つなんかは特に重要。では給食便りや保健便りは、豆知識やレシピ、ウイルス対策などためになることも多く、自分としては覚えておきたいな、家族に話したいなと思うものの、限られた家族一丸の中ではちょっと難しい。そこで我が家では、急ぎじゃないけど共有したいお手紙をトイレの壁に貼ることにしました。結果、家族はまずまず読んでくれている様子。さらに先日、幼稚園に通う次女がトイレから出てくるなり、いろいろなだしと覚えたてのひらがなを読んで得意げな表情。そんな嬉しい効果もあり、なかなかいいです。